はい、皆さんこんばんは。はい、ですね、今日はなんしたっけ、なんとか楽しまない、日曜日も楽しまない、違う、日曜日じゃないな、楽しまないとね、という、あの、企画だそうです。はい、ということで、ちょっとあの、あれですよ、あの、あ、いいか、最後、恐れ多くも最後ということで、あの、エースさんいらっしゃる最後なんて、ちょっとあの、おこがましいほどが大活躍でしたね、さっき興奮です。はい、じゃあ、最初は、星に関する歌をやりますということで、本当ならちょっといろいろ喋りたいですけどね、エースさんの話も。いいですかね、多分聞いたことない。 When you wish、 違うな、やりましょう。はい、はい、皆さんこんばんは。違う歌を歌ってしまいましたね。星に関する歌、こういう歌ですね。だとはご存知、あ、さっきもこれ言いました。見上げてごらん、夜の星を見ます。星が小さな星を、Hollings
チラチラさせるの忘れた。あ、出ます？そうしましょうか。あ、時間がかかる。最初に言ってからかかる。ここ9だよ。あ、いいですよ。ちょっと時間がかかる。あ、星が星星星で、次はですね、僕らにとっては新曲なんですけど、今日はあるさっきね、ももちゃんのバースデーライブだったのを聞いてて、最初はそうだけど、そうなんですか。いや、誕生日だな。でね、ももちゃんは知る人ぞ知るロック少女なんですよね。少女ということで、一曲仕込んで、モモちゃんが大好きだというのを知っててくれる、ね、うん、はい。
ね、最後にメジャーでは僕らしさになりましたね。はい、次はあれこれもうゴロッと変わってですね、日本語の歌、今までは英語の歌でしたけど、英語の歌っていうとね、忘れてしまった英語だけで英語だけに笑ってくださいあ、だからまあこっちが日本語の歌っていうことで、柄にもなくチャレンジしますか。チャレンジしてみたんですよ。ね。行きましょう。してたら立ってください。君が思うよりも
お座り。いいじゃん。いいですか。どうですか。いいですか。ありがとうございます。いいじゃんって言ってもらえて。明日も頑張る。声が飛びましたね。ありがとうございます。皆さん明日も頑張る。僕も明日頑張る。明日さん、そうだ。明日の人はね、あのね、ABB さんと。あ、ABB さんと。一緒。他だけバーに。あ、バーに。あの、なんか、なんか、宴会。宴会、宴会。アコースティック宴会という、あの、ベロベロ品種の、僕強いんでも、だいぶ今、すぐベロベロ状態ですけど、ね。僕はまた別なんですよ。明日僕はサンダース、カリアのサンダース、あ、そう、高田英二さんのサポートのハーモニカで参加します。みんな忙しいですね。誕生日来ましたよね。今日ですか？誕生日は今日ですか？誕生日は4月。あ、4月なんですよ。あ、そうなの？あ、そうなの？僕明日なんですよ。へー。すごいよね。自分から言っちゃって。もうあの子言わせてもらえるのって知ってます。なんで今日が44歳の最後の最後のハイライト。大丈夫ね。すみませんさん、ハンカチがありますか。いいですよ、それも。はい、あの、そう、今日ね、あのオリジナルだったんですけど、僕もオリジナルの曲を22歳くらいに書いた曲を、ちょっともう夏ですね、すっかり暖かくなってきましたね。かっこいい、かっこいい中西さんのような憧れて作った曲です。憧れのペテンシという曲をちょっとお届けしてみます。先輩がきっといい曲にしてくれると思います。Keep me
ジャンルがやっぱり、一番こう映えるというか、よく使われる楽器なんですけども、その昔1920年代ぐらいに、活躍したハーモニカ吹きのこれですね、シュッシュポッポ、汽車ポッポの、機関車の音を再現できないと一人前じゃないって言われた時代の音楽が大好きで、ブラックミュージックが大好きで高校生の時からずっと聴いてたんですけども、おかげで周りの友達が全然いなくて気づいたらこんな大先輩と楽しんでいるというそういう人生を送っておりますけれども、もしよかったら一緒に汽車に乗って旅をしましょう。よろしくお願いします。
桜町前へ。あ、そうです。すぐ着いたんですかね。シカゴ行き発車いたします。乗車の準備はよろしいでしょうか。
紹介しようかなと今思ったけど、お願いします。いいですか、お願いします。ちょっとね、あの名前が自信がなかったですので、はい、1番手はピンクオーシャン。ピンクオーシャン、ロボちゃん、ロボちゃん、イエーイ。1番手はオーナー。オーナーはい、あのちなみに僕はあの、ね、マスターと同級生でした。何回もこれ言ってるけど、いいか、それは。はいはい、じゃあ3番目は加藤さん。今日はもう一人でね、普段スティーブ・ライトでね、いろいろありますけどね、今日はお一人でいい感じで。で、4番手がエイさんです。ありがとうございました。僕もちょっと予期せず、ね、ちょっと参加させていただきました。ちょっとどう思われたかはまたちょっとね、いろいろ突っ込みいただきましたけどね、突っ込んでもらったよね、いろいろね。本当にあの関西 A さんは大阪ですか、出身は。三重です。三重って言っちゃいかないと。で、あ、そうか、そうかじゃない。はい、見える見えるね。だからああいう感じの関西弁のツッコミだけどね、下ネタがちょこっと入ってますね。僕も本当は下ネタ喋りたくはないですよ。はい、ということで、はい、エースさんでしたね。今も伺いましたけどね。はい、で次が、D&O D&O.jp のお二人です。はい。なんかね、あのドイツに今回ちゃんと今日がもうこれ実質ライブ最後なんですよ。ここでは。あ、ここでは。朝まで。頑張ってください。ね。あのすごいいい感じ。あ、実はですよ。あのこの D こと、D の名前なかった。D こと。D。あの。僕と彼と、僕と彼ですね、僕とコンちゃんと彼と3人で、あの、ユートでやったことあるね。そうです。あ、実はつながるんですよ。何事もあろうか、あの、あれですね、鹿と馬。ああ、ドネズ。あ、ドネズ。あ、それだけじゃないな。ごめん、大事なあのヒーロー。アブロさんのヒーローを3人で。で彼が歌ったのでやったことがあるんですね。だから何だったことじゃないか。またあの YouTube にもあったところが興味のある方でも楽しかったら面白かった感じで、はい、で次がセパーです。 ABB さん、素晴らしいですね、本当に。あの、ああいう風にはなかなか慣れない、昭和かよ、本当に。で、あの、さっき言いましたけど、また明日どこ、僕、あ、こうちゃんはあのメインで明日のご一緒させていただきます、さっき言いましたね、宴会、アコースティック宴会ということで、ベロベロヒッチでも順番的にまだあるんですよね、早い方だから、あのまだ正気でやるかな。正気で正気で、はい。今も正気ですよ。でも、あの、でもこういうライブで僕はね、お店に貢献しないといけないと勝手に思ってるので、やっぱりたくさん飲まないといけないじゃないですか。ね。ということで、すごいたくさん、ここではたくさん飲むようにしてます。
ね、はい、で、次が、あ、僕たち僕たちですね、もういいですかね。で、で、お疲れ、お店のマスター、ね、加藤さん、加藤さんとあえて呼びます。普段は加藤さんと呼んでないですけどね、はい、で、三階亭さん、素晴らしいですよね、これこれじゃないな、これって言い方あるし、ここの、あ、どう言ったらいい、あの、失礼にならないように言うにはどう言ったらいいですか。あ、もう、ようちゃんあくびしてるし。はい、ね、三階亭ありがとうございます。ね、またね、お世話になると思います。あの、実は3日前か29日もここで来てお話になって暴れましたね。で、楽しいですよね、音楽楽しいし、こういう風に、あ、だ、あまりか。はい、じゃあ、今日はで皆さんお疲れ様でした。また次の企画は、はい、また順にまたお誘いをしてということで、またいろんなで皆さんまた集まって楽しくやられるかなと、かなっても勝手になんか僕たちは終わってるような、あの、なんですか、またあの、ね、あの、誘ってください。またあの、ロックの歌をじゃあ1曲ずつあの仕込んでくれしますので、はいはい、もういいか、もう、はい、もういい加減に喋るんだよ、ね、はい、はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。いやいや、お疲れ、お疲れ、相変わらずいいね。